開く。はい、皆さんこんにちは、ヨシダノリマサです。いつも YouTube、Facebook、アメブロ、ワードプレス、いろいろ見ていただいてありがとうございます。今日ご紹介するのはですね、こちらでございます。ババン、大阪市役所のボンカレーネオ中からババン。こちらですね、お湯に入れて温めてももちろんいいんでしょうけれども、そのまま箱ごと電子レンジに入れて2分間加熱してくださいバージョンでございますね。でこういう形でやりました。はい、さあこちらの方ですね、ちょっと意外と金額しましたね。213円。あー、これ準備しないとまずいですね。かなりですね、暑い暑いよ。ボンカレーもう昔から100円とかじゃないですよね。切り口具がいっぱい入ってるんでしょうかね。かけます。暑い暑っ。かけまーす。なんか具がいっぱいというか、具がいっぱいです。具が大きい気がしますね。じゃがいも、人参とか一個一個の具が大きいので、グーてか普通だよね。でもね、多分ボンカレーも昔からのものですもんね。はい、ということで多分次は熱いと思うけど、いただきます。なんかあんまり肉が見えないな。あったあった。肉、じゃがいも、そしてお味噌を乗せて、よいしょ、いただきます。うん、あ、これなんか中辛にしてマイルドだなって感じですね。なんかでもこれでかいよね、じゃがいもが。うん、だけでかいと食べ応えあるね。いいね、これはね、定番ですね、さすがって感じで食べやすい。で、じゃがいも大きい、グッドでございました。グッドでありがとうございました。今日ご紹介いたしましたのは、じっくり炒めた飴色玉ねぎとビーフとチキンの旨みたっぷり、玉ねぎはちょっと見当たりませんでしたけども、大塚製薬さんのボンカレーネオ中辛でございました。スーパーで購入できます。ありがとうございました。